前の義彦は日本の哲学者、詩人、絵本作家、福岡県生まれ、神社の境内で生を受ける。父の話を通じて、戦後焼け跡の残像と、そこに生まれた原爆の子としての自覚が、その後の定位変歴と定位哲学の原点を形作ることになった。高校生の頃から哲学書に親しみ、ドイツ古典音楽に端溺する。 前の義彦近衛1974年、東京大学法学部を中退。放送選択は、父の強い希望だったが、葛藤の末、文化哲学を目指す。しかし、法学研究はその後も、断続的に続けられ、後の制度論、文明常年論等に生かされることになった。1979年、東京大学大学院人文科学研究科修士、家庭修了。 1980年9月から1984年3月まで、当時の西ドイツ政府系の奨学金を得て、シュトゥットガルト大学哲学歴史学部、及び、ロンドン大学、ワールブルク研究所に留学。ドイツ文化学の義英、ハインツ・シュラッファー教授、さらにイコノロジーの国際的権威、エルンツとコンブリヒ教授に指示し、親しく指導を受ける。この間、 フィレンツェを中心にイタリアルネサンスの史跡の現地調査を繰り返す。1984年、博士論文でアビッグラフ・デアクルトゥール・バイ・ワールブルグ、ニーチ・ウント・バックハートにより、シュトットガルト大学哲学歴史学部博士学位取得。シュラッファー教授が初めて与えた、スン・マカム・ラウデイとなった。この博士論文は翌年ドイツで出版され、その後国際的に高い評価を得た。 1986年頃、在野の一史学者として生きる決心を固める。その後1990年頃まで、足元の日本及び東洋全般の文化の特性解明を目指して、大量の古典原点や関石、物点、研究所を読破。1987年に東洋的先生と阻害、民衆文化史のための制度批判を上司。 バブル期日本の精神心理状況を強く見応し、その窒息感から日本を脱出する心境で中国、西域、インド、スリランカ、トルコ、ギリシア、ベトナム、カンボジアなどを回る。単独校のバックパッカーとしてスケッチを行い三文詞を書く。この旅行は前野にとってテラエトニカとして自覚された低課題であり、 その成果はそれぞれ三分子付き絵画作品としてまとめられ、三回の古典で示された。この時期、同時に全体ファンタジーへの創作欲求が目覚める。試行錯誤の後、後年翻訳することになる、ブルケルト著、ホモネカーンスの読書を直接のきっかけとして、数年をかけて、ホモネカーンスという作品が試みられた。この創作体験が、後の児童文学。 純粋物語への展開に際して、モデルを与え続けることになる。復帰の直接のきっかけは、テラエトニカの最後の地域として選んだカンボジアで、ある種の介護を得たことであったという。また、復帰の内実的な基軸は、記号学への関心が本格化したこととも連動している。群馬山中にアトリエを移して始まった、記号論、現象学を、 方法の基軸とするこの第二の在野学問機は非常に生産的な時期となった。2007年頃、名古屋大学の大学院生を対象とした前のの言語記号系都市体の読書会から、まず方法論ゼミが自然発生した。これは人文学研究一般の方法への導入を目指すものだったが、その後すぐに院生たちの当該の博士論文執筆のための 方法論ゼミへと進化した。2008年、文化記号塾が成立。上実の方法論ゼミと合わせて、博士論文の指導に直接関わり始め、妻美智子がテーマ設定及び実証的研究の予定を、吉彦が概念化の方法論を指導するという分業体制をとった。2012年、帰還し、文化記号研究を創刊。指導した塾生たちの博士論文は、 以下の通り。調和を新古今和歌集と投資の比較修士研究2008年、何順心、台湾近代女子教育の初期成立し、研究植民地と、女子教育2008年、香川幸子、明治女性の西欧事業を手仕事と復職に見る、モラルの変容を2008年、王、ウルウメ、両鶏町の近代間思想的矛盾と、 その展開2010年、京都清明治日本の文明建設と植民地、統治台湾統治をめぐって2010年、竜う三つばめ、台湾新聞学運動の初期的、展開1920年代、植民地知識人青年の近代探索2012年、坂本真由子、終身教育の形成と、近代的エイトスーグーは、童話、昔話における、 子供の役割2012年、片公営、中国新末民初期の終身教科書と、日本2013年、大玉葵、幕末、明治初期における、還元の変遷と終焉下級武士の中性感を、中心に2013年、韓、中国近代女子教育における、日本需要2014年、金蔵宿暗号化の文学的手法と植民地的実存、うん 理想解釈の一志座2015年、僕説売、新末における在日中国人女子留学生の出版活動2017年、総明いく、新末における進化論の翻訳西洋と日本からの進化論導入2018年足元の伝統を歴史時代に限って考える場合、その大半は東洋的先生として総括されうる。しかしその際、 制度化できない余剰としての民衆文化それ自体のルーツはどこにあるのかというテーマが必然的に生じることになる。この問いに対し日本の縄文、弥生文化に色濃く残る反アニミズムにまで疎行してそれを装飾芸術のアニミズム性という観点から相対的に分析記述したのが2014年に上司したアニミズム論。 アニミスティック・コスモロジー・イン・ジャパニーズ・デコラティブ・アートである。そしてそれはそのまま理論の実践という形で絵本、自動書、画文集の創作へとつながっていった。これはまた前のにとって絵画と三文詩、挿絵と全体ファンタジーの総合という大きな意味を持つ企画でもあった。絵画とテクストの総合が一つの新章のタブローにおいて結合するとき、そこには 近代人の知らない、記号表現の未知の領域、そして太古以来の基地の領域、洞窟内での加入礼儀礼に接近する表現の領域が広がると、前野は総括している。この創作理念はまた、心の洞窟としても定義されている。この理念を実践した結果、現在までの成果は、以下の通りである。前野義彦の絵本の森オフィシャル HP、ありがとうございます。